小林隆は、広島県出身のレーシングドライバー。2003年にカートレースデビューし、2005年より、本格的に四輪レースへの参戦を開始したが、下記の経歴にもある通りジュニアフォーミュラでくすぶっていた、時期が長かった。2010年には全日本 F3 選手権の、下位クラスである N クラスのシリーズチャンピオンを獲得。また同年には、 スーパー GT の一戦である、ポッカ GT、サマースペシャルに GT500 スポット参戦し、チームのエントリーミスにより急遽最終予選でのタイムアタックを担当することになる。GT カーでの初レース、しかも予定外のタイムアタックながら、小林は見事ポールポジションを獲得したことで注目を浴びた。決勝レースでは出番はなかったものの、 レギュラードライバーであるラルフ・ファーマンと、イデイユージの活躍で優勝を飾った。翌年から GT500 にフル参戦を行ったが、振るわず2年で GT300 に降格した。GT300 では、毎年優勝を上げる活躍を見せ、2017年には、再び GT500 復帰が叶い、ここでも、富士で優勝を上げたが、2018年1月の、 東京オートサロン中、ホンダを解雇されたことが、本人のツイッターで発表された。なおホンダワークス時代のスーパー GT は全てアータからの出走であった。ありがとうございます。